オリジナルマウンテンカーとは、アメリカ合衆国原産のツリーイングドッグ犬種である。単に、マウンテンカーと呼ばれることもある。18世紀頃に、イングリッシュホックスハウンドや、牧畜用の犬数種類とネイティブアメリカンの犬を掛け合わせて作られた。セントハントがあまり得意でなく、追跡の際に吠えることも少ないが、ツリーイング量に特化した犬種である。木の上に追い詰めた獲物の処置も、 臨機応変に対応できるため、広く用いられていた。しかし時が経つにつれて、他の犬種に人気を奪われたり、無計画な意思交配が行われるようになり、純血個体が減少していった。さらに、第二次世界大戦の勃発により大きく、戦火を被り、絶滅寸前にまで追い詰められた。しかし、戦後保存会が結成され、生き残った犬を用いて、 ブリーディングが行われ、頭数を回復することに成功した。このプロジェクトの成功後、本種を意思交配された雑誌のカーと区別するため、犬種名にオリジナルを冠して、現在の犬種名に改名された。しかし、現在でも本種のことをマウンテンカーと呼ぶ人は多い。アメリカ国内ではほとんど無名の犬種であるが、かつて本種がペットとして描かれた小説、 オールド・イエラーがハリウッドで映画化されたことがあった。しかしながら、この時、ペット役の犬は、本種ではなくイエローの毛色のラブラドール・レトリーバーが使われたため、オリジナル・マウンテンカーの世界進出の夢はあっけなく、妨げられてしまった。このことにより一部の愛好家の中には、ラブラドール・レトリーバーを飲むも者まで現れたと言われている。現在も本種は、ほとんどが、 アメリカ国内で実料犬として使われているが、時々ペットとして飼われている者も,もいる。外見よりも実料犬としての能力を維持する。目的で FC には公認申請を行っていない。がっしりとしたハウンドタイプの体型を持つ犬種で、ボディは筋肉質でしまっている。足は長く、マズルの先は尖っている。垂れ耳垂れ尾だが、尾は生まれつきなかったり半分くらいの長さに、 ダウンをされることもある。コートはスムースコートで、毛色はブラウンホワイトなどがある。性格は忠実で愛情を深く、忍耐力がある。運動量は多いがあまり吠えないため、アウトドア派の家庭のペットとしても最適である。デズモンド・モリスの研修辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大き拓約性分動振興者、2007年、ありがとうございます。